どうもネギチャンネルようこそようこそ。はい、ということで TK 競馬部、あさっては宝塚記念ということで、ファンのドリームレースとなります。はい、それで今日ちょっと帯広をリモートでつないでまして、紹介どうぞ。帯広営業所の加藤です、よろしくお願いします。はい、大丈夫です。今日は帯広のコーチもはい、来ました。ありがとうございます。はい、ということで、よし。田中くんは今、蓄電池を売りに島流しになってます。長期出張中ということで、釧路にいないということで、帯広にね、頑張って行ってくれてますので。はい、じゃあ釧路はいつものメンバー、どうぞ。本社の営業の北村です。おじき、なんと先週函館スプリント的中だった。おお、何ボックスか、何ボックスか。8870。おお、すごい。馬単で行きましたね。なんとかそれに乗って宝塚記念当てたいと思ってます。そして競馬教本田です。だからさっきのサンシャイン池崎でサンシャイン池崎ね、すごいんですよ。あのね、 YouTube 見てるファンの方からぜひサンシャイン池崎をやってくれということでリクエストに応えさせていただきましたので、でなんと春の G1 戦線4連勝してない、まあ、はい、ね、あ、素晴らしい。回収率なんと 500%。 そんなに言ってない、10万金額して10万ぐらいいってますよね。素晴らしい、すごいですね。宝塚はもう本田に乗れみたいなね、ところがあると思いますけれども、はい、で私も今日は、今シーズンも安定のオリックスがですね、今1勝5敗ということで、オリックスのユニフォームを着て参加しております。誰ですか小山なんですよ、小山の1位ということでちょっとね、でもここ北海道なんでちゃんと着てきてますから、もしかしてお、入った。はい、ということで、宝塚記念ですね、春のドリームレース人気投票でね、決まる。なんでアーモンドアイは出なかったんだけどね。今度は安田に変更したんですか。いやでもペルシアンライズなんてね、安田から来てますけどね。やっぱりちょっと疲れが出たんじゃないですかね。やっぱりね、ちょっとなんか、まあ、負けちゃったっていうところもあるのかな。で、通常の季節になってるんで、ちょっと牝馬なんで、そういうのもあるっていう、ね。ああ、それでレガシーワールドが勝ったんですね。レガシーワールド、古いですね。センバです。センバですからね。はい。で、なんか思い出が、いい思い出があるということで。初めて宝塚買った時はありました。ああ、こんなそう。あ、そう、そのダービー当てた年の時に、同じ年に、すごい、ね、ジェンティルドンナ一挙みたいな、ゴールドシップと二挙みたいな感じで、二挙席だったんですか、2万ちょっと3年。何をしましたっけ。ゴールドシップとアノンバラードが2着で、ジェンティルドンナ3着。ああ、なるほどね。分かった、向こうの人は、この画面しか見えないから、あんまり伝わってないんだね、そういうことだね。そうですね。そういうことだね。何やってるか分かんないでしょ、こっちね。あんまり分かんないです。あ、俺がこっち来ればいいな。こうです。ああ、はい、そういうことですね。はい。ということで、宝塚記念といえば、なんか前残りのイメージがありますけど、どうですかね。この時期、雨季なんで、やっぱり先行馬がやっぱり有利ですよ。どっちかっていうと。なかなか追い込んで勝つっていうのは、ちょっと難しいかなと思いますね、宝塚記念は。ジェンティルドンナが負けるくらいですよ、うん、足パワー、パワー型ですよね、自力型ですね。はい、ということでいろんなのあるんで、皆さんダメですよ、スピード型馬選んだらダメですよ。はい、じゃあ加藤さんの予想からいきましょう。僕は競馬まともにやるんですけど、そんなに競馬狂ではないので競馬狂ではない、こんな店長ほどじゃないので、どの馬がどうとかっていうのはあまりよく実際分かってないんですよね。なるほど。定石だとか、
その辺をちょっと見ながら予想するような形ですね。今回はじゃん、11番ダッキーライラック、16番のクロノジェネシス、今回ですね牝馬に頑張ってもらえればなと、この2頭大丈夫大丈夫え、いや、まあ、でも G1 カル牝馬牝馬の決着普通に立つ。いやこれね、なんかそうやっぱ宝塚も牝馬が結構もともといいんです ねいいっていう話なんで、いいんですか、これちょっと面白いかもしれないですね。まあ人気もあるからね、これ多分ね、去年もねリス・グラッシュが勝ってた牝馬ですね。はい、馬連が500円、一応馬連500円。ああ、実際あんまり馬連とか馬単とかで買うことってあんまりなくてですね。あ、そうなんだ。大体3連で引くことが多いんです。ああ、競馬票じゃないですかそれそれ競馬票ですよ、3連買うのあれそうなんですか。そこで今の2頭ともう1頭、パープルナーリアとグローリーベイズと、はい、まあ、ここ11、16、15で、まあ、3連単と、もう1とグローリーベースを、まあ、プラスして3連複4通りという形で買おうと思います、はい、めちゃめちゃ競馬強じゃないですか、毎回やるんですかこれだ、結構いくよね。はい、じゃあリーチの予想、とりあえずもう当ててっていうのが一番なので当たってないからね、攻めようかなと思いますうわ、ワイド来た、ワイドで、リーチのワイド、1番人気、2番人気は美味しくないので、3番人気のクロノジェネシスからストラフィスのバルデリア、ステーキしてきて、ちょっとこれ奇跡入りましたね。はい、で、韓国でジェネシスなんで、ああ、まあまあ、でも5000円ね、はい、いや奇跡はもうなんかでもね、前回スタート決まったのに晴れちゃいましたね、あとちょっとその信用度がないかなっていう感じがしますけどね。5000円ってもしかしてエアコンの補助金当てみてんじゃないのこれじゃあお辞儀、はい、お辞儀の予想じゃん、今回は先ほど言ったように馬場がちょっと渋くなってるんで、本命ダンビライト、ダンビライト、これは穴ですよ、対抗がサートルナーリア、ちょっと硬いですね。でターン穴としてペルシアンナイト、前回宝塚記念の前の安田記念、そこでもちょっと勝ったんですけども、この3頭のボックス、3連ボックスで行きたいなと、500円で3000円ですね、6点買いになりますね。なんとニエネバッテという人やばいね、やばいと思いますよね、ちょっと大きく春のドリームだね、本当行きたいなと。で社長が好きな千馬なんですよね、ダビエル社長どっちかというと千馬好きなんです、やっぱり地方は結構千馬、ね、が好きなんですよね、本人が千馬かどうかわかりません千馬ね、千馬とは、これ、あの解説もしてくれって言われたんで、千馬とは、はい、千馬とは、男の大事なところを取ってしまう取ることによって、競争能力を上げるってことなんですよ、まあ、集中させるという、はい、まあ、俗に言うと、もしかしたら、おかまっていうふうに言われるんですよまあでも、ね、この後、子供がね、やっぱりできないわけですから、そうですね、繁殖っていうかね、あの種馬にはなれないんで、競争馬として頑張るか、うん、あとは、まあ、乗馬に行くかって感じです。それが千馬です、はいはい、これを絶対当てたいと思います、よー、はい、よーい、金額高いんじゃない、500円です、あー、高いです、はい、3連複の500円、はい、はいはい、競馬票、本座の予想は夏委員長、ででんでだん、じゃじゃじゃん、本命は16番クロノジェネシス、あー、多分この馬結構相当強い、いやそうね、俺もねそれにしたかったんだよな、ちょっとそういうパワーのいる馬場でも全然来てる実績が過去にあるので、そうなんだよね、今回も3強ですか、サートルナーリア、クロノジェネシス、ラキライラクラの3強なんですけど、うん、その中でもこの馬かなと今回思っています。ダービーの時も言ったの、3強の時は1、2着が3強の2頭が来て、3着ちょっとあれを狙うって言ってたんで、じゃじゃじゃん、買い方は3連単のフォーメーションで1着クロノジェネシス、はい、で2着リサートルナリアと
ラッキーライラックで3着に6頭ですね。1番、3番、7番、13番、15番、18番、その裏も買います。クロノジェネシスが2着の場合は頭はラッキーライラックかサートルナリアで、3着は同じですね。なんでそれぞれ12点ずつなので24点なめた。厚めにで1着の方ちょっと金額厚めに買います。じゃあこのぐらいいきますか。適切ぐらい。いやそうですね、3着に穴がくれば結構つくと思うんですけど、焼き肉いきますか。はい、ね、ようやく焼き肉いきますね。本当にこれ当たります。おお、はい、はい、何せ10万当たってますからね、合計。じゃあ私の予想はででんラッキーライラックということで、これね本当にねクロノジェネシスと悩んだんだけど、本当に決闘的にね、そうやっぱりね、で 2200m っていうのが実は日本型の馬はやっぱり弱いっていうね、やっぱりクラシック戦ってきた馬っていうのは2200とか2500っていうのはやっぱり欧州型の馬が得意だっていうので、あとはまあ牝馬っていうところ、やっぱ大負けしないですからねラッキーライラックは。ということで、単勝ラッキーライラックから1万円と。じゃんじゃじゃーん。ほうほう。来ました。1万円。いや、もうちょっとね、本当に春の G1 戦線単勝一回も当たってない。金が減ってく一歩なんですけど、今回本当に当てたいです。はい。で、これまたラッキーライラックから2578ということで、いやもうね、やっぱペルシアンナイトこれでやっぱり。やっぱり前回1600使っての2200ってやっぱ馬はね、馬は走る距離を知らない、これがポイントですからね、はい、馬は教えてもらってないですから 2200m っていうとね。なので 1600m のつもりで走るとやっぱ前目でいい走りができるかなということで、おっ入った明日、土曜日ですね、27日からいよいよ TK のリフォーム、なんだっけ、リニューアルオープン、リニューアルオープンということで、ね、ちょうど日曜日に宝塚記念ということで、ね、そのまたイベントが終了後ですね、皆さんで解析をしていきたいなというふうに思いますので、じゃあ皆さん、当たったら焼肉ですからね。焼肉、はい、このぐらい食べますよ、誰かが当たるといいんですよ。そうですね、誰かの中で。はい、ということで、よろしいですかね。じゃあ、買い出しは勝手にやってください。はい、また結果の方はまた後日 YouTube で送りたいと思いますので。じゃあ、はい、皆さん、予想を参考にして。参考にしてください。はい、じゃあ、さようなら。どれ最後、サンシャインだろう。サンシャインです。サンシャインじゃないよ。イエーイ。イエーイ